どうもレイガロンですといきなりちょっといつもと違う雰囲気というか今回なんやかんや言ってそうめちゃくちゃ付き合いは長いんですけど初登場、我ね我々のまあ組織の、まあ、NLA っていうね組織あの経営させていただいてるんですけどもその、副会長のアッキーくん今日はちょっと動画に参戦していただきましたどうもアッキーです。いやほんまに割とね今までずっとあの出てくる機会だったそうそうそう、まあ、僕もなかなかうまいことねちょっとオーバーできなかったっていうのがあって、まあ、今回ちょっとたまたまねっていうことで、まあ、たまたまというかあの今日あの遊びにね一緒に行ってたんですよね。そうです、はい、心斎橋の方大阪僕ら奈良住なんですけども大阪心斎橋の、ラブライブコラボカフェの方に、行ってまいりましたというのも、今日から2月15日から、一応昨日の14日から秋葉原の方のコラボカフェではなんか一応新しいパーカー衣装の商品とかが発売されてるんですけど、15日、本日より大阪の方にもグッズだけが販売されるということでそれを狙いにね、2人買ってきたわけなんですよ。はい、それがまあまあまあこんな感じのこんな感じのね、色とりどりのカラフルなやつ買ってきました。これあのアートパネルっちゅって、ね、まあ、飾れるやつなんですね。そうそうそう、結構しっかりした。あの、まあ、一番わかりやすい例えで言ったら、色紙。あ、そうそう、みたいなやつね。うん、まあ、一応ね、どんなやつかっていう、並んでる商品を見たけども、ね、あえてちょっとね、ここまで開封せずに、ワクワクしながら、ちょっと持って帰ってきたわ、ということで、今回はね、ちょっとアッキーくんと二人でこちらの開封の方をね、行っていきたいと思います。一応アッキーくんが、アクア2枚の、ミューズ2枚、22で、で、僕はアクア2枚、ミューズ2枚、虹ヶ崎も2枚買っております。ということで、まあ、計、合計で言ったら10枚やね。そうですね。はい。ということで、アクアからいきましょうか。アクアからいきましょうか。まず、とりあえず1枚出してもらって、一気に、これで、バラバンっていこう。これを何ループかしていくっていう感じで、ちょっと開封させていただきます。あ、ちなみに、ここ大事なんだけど、ま、俺の推しはさ、スタミナしてると思うんだけど、アッキーくんの、じゃあぜひ推しを教えていただけてもよろしい？まずアクア。アクア。よしこです。よし、よしこちゃん。ヨハネ。よし、じゃあ行きます。まず1枚目ね。はい。いくぞ。3、2、1。よいしょ！誰？おぉ！おぉ！ちょっと！これ！ちょっと待ってください。これ！見せて、とりあえず、アッキー、リコ、リコちゃん。これ、あのね、多分ね、これ、セイントスター、これ、シークレットというか、一応、このアクアは、ちょっとね、これ、説明がちょっと遅れたんですけど、これ、一応各、10種類なんですよ。で、何が10種類っていうかというと、9人プラス、全員の絵柄が含まれて、シークレットが1個含まれてるんですけど、ただ、アクアは、セイントスノーのお二人がいますので、基本的に、11種類になるわけじゃないですか。で、各、アクアの全員で、このセイントスノー2人っていう、シークレット2つ含めて、全13種類。なかなか闇が深い。闇が深い。アクアは。それやるのはちょっと大事。でも、ちょっと、セイントスノー、これめっちゃいいねんけど。いや強い強いはい当たりました。リコもかわいい。いやリコもかわいい。いやてかお前のパーカーよ。そうパーカーがこれ強ない。いやだいぶ強い。強ない。いやほんまイエー。よしよし。まだまだこれだ全然嬉しいよな。そうだからかわいいからさ誰でも嬉しい。当たりや。ここまで持って帰ってきてない。そうそうそう。今楽しみです。みんなコラボカフェの中で高まってたけど俺らずっともう何もできない。貸してもらえるし楽しみにしてなあほんまそれ。せーのよいしょ。あっよっしゃ。あ、違う。おおおおおお。いやこれさ、じゃ俺これさ、2年揃ったんです。お、お前やば。え、強い。あ、2年揃った。え、でこれで、ようちゃんで、今からさ、ちかちゃんなんですけど、これさ、ずっと見てた時に思っててんけどさ、そう、そう。これな、そうなの。これな、なんかな、なんか知らんけどさ、すごいな、幼稚化が強い。そう。そう、幼稚化が強いね、これ。こうでもいけるし、なんかこう揃えてもいけるし、なんかこれ、絶対狙ってるやろっていう。狙ってるやろっていう。公式狙っとるから。公式狙ってる、こう、立ち位置よね、これ。すごい。そうそう。アクリルスタンドも、なんか隣同士で並んでて。隣で、ボードも展示されてたやつもさ。これ絶対なんかあるよな。かわいいな。いや、これでも、え、揃ったよね。そうそうそう。何ね。これはこれであり。これはこれであり。だいぶあり。だいぶあり。おい、じゃあ、じゃあ、まあ、これね、いい感じ、いい感じ。俺は、ようちゃんが当たりました。はい。
全然いいな。嬉しい、誰でも嬉しい。めっちゃ可愛いね。もじゃあしゃニュース行きましょうか。ニュース行きましょうか。ここ大事よ。ちなみにじゃあニュースの推しも行きましょうか。ガッキーくん、ニュースの推しはのぞみちゃんです。のぞみちゃん、のんたんでございます。のんたんでございます。のんたんを当てていきましょう。僕はかよちんを狙っていきますよ。行きましょう。はい、行きますか。はい、行きます。行きますよ。3、2、1、よいしょよいしょよいしょ。あおぉマジかマジかあっせせせせせせせのったいいただきました。俺おったから。あ、まあ、アキクパ、アキクパか。スピリチュアルパー。よしよしよし、あとで、あとで闇の契約しよう。闇の契約、闇の契約後で待ってるから。まあまあまあ、とりあえずね、大丈夫、とりあえず大丈夫。あ、でもほんまだかわいいよ。え、これさ、普通にかわいいさ、今回さ、なんかこのパーカーとかもなんかいろいろ種類がさ、みんな着方が違っていいよね。着回し方がね、着回し方メンバーそれぞれ違うの。めちゃくちゃ可愛いぞ。うん、知ってる。いや、欲しいもん。じゃあ、いや、ミューズもラスト、ちょっとかよちん来てくれるかしら。どうでし、どうかしら、どうかしら。これで、はい、あの、ワンちゃん、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、ミューズ2枚目いきます。せーの、よいしょよいしょよいしょ。おおおお、マジでほら、すごいな。こういうことするね。こういうことするね。マキマキ。マキマキ。ダブルマキマキ。マキマキ。意味わかんない。なんかムキちゃんはなんかちょっとパーカー羽織るだけみたいな。羽織るだけみたいな。おしゃ、おしゃんティー。おしゃんティーな感じ。おしゃんティーな感じ。なんか、かわいいからいいか。それしか出てこねえ。それしか出てこねえよ。で、まあ僕今思ったんやけど、せっかく俺さ、俺だけ22枚買ってんのよ。もうこれ1枚開けて。あ、やった。これでもうラストにしましょう。嬉しい。まあ、ここでね。あ、ちょ、虹の推し。お、リナちゃんです。お、リナちゃん。俺、アイちゃんなんで。いや、もうアイリナってだいぶ、カップリング的にもでかい。そう、いい感じ、いい感じ。これはもうちょっと決めていきましょう。決めましょう。最後決めましょう。これ決めたらかっこいいよ。あえてほら、虹をこう、ラストに持ってきたら何もか意味があるかもしれない。そう。よし、な。これちょっと高まりたいな。よし。じゃあ、ラストの回。行きましょう。行きますか。行きますか。準備して。行きます。行きます。3、2、1、いくよ。はい。3、2、1、ドン！ドン！ドン！お、お。うわ、うわ、うわ、うわ！いや、すげえすげえ。マッツー、すげえ。やば。え、で、あ、でもこのカスミ、カスミも可愛い。カスミも可愛い。あのさ、これ燃え袖っていうんですか、この感じ。あ、これちょっとあざと。いや、いいっす。いいっす。さすが。え、ちょ。え、どうしよう。いや、俺さ、いや、この最後にミラコ残しちゃう。え、ちょ。すごいよ。考えてみたら、セイントスノーも言うたら、そう、まあ宿枠というか、まあ宿というか、まあ一応全種類やから、その風流率が低いとかいうわけじゃないけどさ、めっちゃ嬉しくない？めっちゃ嬉しくない？この確率で全員はめっちゃ熱い。シークレットやから。はーい。いや、というわけでですね、ちょっと全体見ていきましょう。いい感じちゃいますか？うん。もう俺これあのカスミいいであげるで。え、いいの？ありがとう。まあ最初アクアはね。アクアは。アクアはね。ヨウちゃんと僕はヨウちゃん。まあこれまでも俺が2年生がソロ歌みたいな。チカリコチカリチカリコで。でもセイントスノーがソロ歌したということで。で、ミューズがちょっと面白かったですね。そう、ミューズおもろかった。ミューズがちょっとだいぶおもろかったですね。マキ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 ヘイ。マキマキヘイ。で、ノンタン当てて、ほのか当てて。で、虹がね、こう。カスミンと。そうそうそう、全員と。全員と。いや、宿が2枚と。いや、強いわ。いや、もうアイさんがおるからええわ。リナリー、リナリーもめっちゃ可愛い。わかるよ。いや、リナリーもめっちゃ可愛いよ。リナとアイよ。それな、それな。ほんまに。いや、ほんまに。ほんまそれ。はい、もう間違いないです。はい、というわけで開封していきました。アッキーくん。はい。後で闇の取引をしましょう。はい。はい、ということで今回は、ミューズ、アクア、そして虹学の、アートパネルの方で開封させていただきました。で、今コラボカフェね、さっきも言ったように、まあ、10日限定には多分なると思うんですけど、アクリルスタンドの、スタンドは秋葉原しか売ってない。それが大阪では売ってなかったんですけど、アクリルキーホルダーか、キーホルダーやったらランダムで、アートパネルやったり、そうですね、アートパネルランダムで売ってる。ぜひ、めちゃくちゃ可愛い。可愛い。で、今回パーカー買いましたけど、他もいろいろ。いや、そうそうそう、種類ね、いっぱい売ってたから、ぜひぜひ皆さんも機会があればちょっと狙ってみてもいいんじゃないかなということで、はい、今回はまあこちらの方で締めさせていただきたいと思います。ということで今回のお相手といいますか、私レーガンと、はい、アキでした。ありがとうございました。ではでは、はい、いただきます。あげる
この動画がいいと思ったみんなはぜひチャンネル登録そして高評価をしてくれ。5周年までにチャンネル登録者数が3万人到達しなかったら、なんだお前、あっ、いや、疲れてきたくない、あっ。